警戒モードのイカ耳になるとどうなるかというと、三角形の耳がピーンと横に向きます。ピーンと立った耳がぴょこっと伏せられるようなイメージになります。こんにちは、山田幸子です。今回の猫の描き方講座ではイカ耳の猫ちゃんを描いてみたいと思います。一見すると可愛いですが、イカ耳の猫ちゃんは警戒したり怒っていたり怖がっているかもしれないそうです。猫は耳周りの筋肉が発達していて、いろんな方向に耳を動かすことができます。イカ耳は耳が横向きになっていて、周囲の音に集中することによって状況を判断しているのかもしれませんね。私のチャンネルでは猫と水彩画をメインに絵の描き方とか様々な情報を発信しています。もしよろしかったらチャンネル登録して他の動画もお楽しみください。はい、それではまず猫の耳が正面を向いている時の絵を描いてみます。まず楕円形のお顔、そして三角形の耳、正面を向いているので耳の中の毛が三角形に見えています。猫の目鼻口、顔の下半分寄りに描いてあげるといいです。おひげは口のぷっくりしたところから出してあげるといいです。これが警戒モードのイカ耳になるとどうなるかというと、お顔のまん丸は変わりませんが、三角形の耳がピーンと横に向きます。正面から見た時は耳の中の毛もまっすぐ見えていたんですが、イカ耳になると耳が横を向くので、ふわふわした耳の毛も横向きになります。どうなっているかというと、通常の耳の形がこうなっているとすると、イカ耳はペタッと寝るんですね。もうちょっと角度をつけて見てみると、立った耳がぴょこっと伏せられるようなイメージになります。耳がピンと立った状態と比べると、そのシルエットがイカのように見えることからイカ耳と呼ばれているそうです。このイカ耳の具合も猫によって様々でして、真横というよりかは斜め上に反り返っている時もあります。なんだかウルトラの父に似ていますね。正面が描けるようになったら、くるくる回して横とか斜めからも描いてみましょう。猫の顔は基本的に丸いので、この楕円形で顔のあたりを取ってから、三角形の耳、イカ耳なので横に寝ている状態です。この大体の位置をざっと取ってから、十字の線を引いて目鼻口のあたりを取ると良いでしょう。少し斜めを向かせると立体感が出ますね。次は横向きを描いてみます。イカ耳は横にピーンと張っていって後ろ向きに反り返っています。猫の鼻は低めなので、この最初に描いた楕円形の顔の形からほんの少しだけ飛び出してお鼻を描いてあげましょう。顔ばっかり描いていたので、最後に体も含めた全身を描きたいと思います。
顔も丸いんですけれども、体も丸い形でシルエットを取ります。イカ耳の時は警戒していることが多いので、緊張感のある立ち姿を描いてみます。なんとなくイカ耳の猫には尻尾が下に下がっていたり、あとはぶわっと広がってタヌキみたいな尻尾になっている状態の子が多く見られます。仕上げに絵の具で猫たちに模様をつけてみたいと思います。まず最初に描いた猫はチャトラ模様にします。ちなみに余談ですが、私はチャトラの猫が一番好きです。これは日本画の筆を使ってさらっと透明水彩で色をつけています。口元まで濃いめの色という設定です。額のところに M みたいな字の虎柄とキャットラインを描きます。鼻と耳はピンク色、そして瞳の色はグリーンです。イカ耳になるビフォーアフターなので同じ柄で塗ります。水彩絵の具で塗ると柔らかい雰囲気になるので、猫ちゃんのふわふわした感じとマッチする気がします。まだ絵の具が乾いてないうちに塗っちゃってますが、最近は色がぼんやりにじんだ感じも悪くないなぁと思い始めているところです。さっきの猫ちゃんと同じなので、ピンクのお鼻とグリーンの瞳です。下の段に描いた猫ちゃんは8割にしてみます。白と黒の毛色の8割ちゃんですね。ちょっとわんぱくそうな感じです。口のところにちょこっと黒い模様がついています。よく猫の模様によって性格が違うなんて言いますが、本当ですか？もし猫を飼ってらっしゃる方がいたら教えてほしいです。斜めカラーと、あと横から見た図も塗っていきます。水彩絵の具の色ムラが毛の重なっている雰囲気を出してくれてます。こちらの猫ちゃんの目の色はブルーにしてみました。ラストは全身描いた猫ちゃんですね。緊張感のあるピリリとした面持ちですね。何か変なものを見つけたのでしょうか、それとも髪を切ってイメチェンした飼い主さんを知らない人と勘違いしているのでしょうか。こちらの子もチャトラで少し白っぽい部分も残して塗ってみました。はい、ということで今回は
イカ耳の猫ちゃんの描き方について取り上げてみました。多くの場合、イカ耳は怒っていたりちょっとナーバスになっている状態の猫ちゃんを表しますし、私もそういう猫ちゃんを描く時がありますけれども、イカ耳は必ずしも怒っているとか怖がっているわけではなくて、興味を持って周りから情報を得ようとしている可能性もあります。イカ耳の猫は不機嫌に描かないといけないわけではないので、キュルンとした大きな瞳でもぜひ描いて楽しんでみてください。今回の動画もご視聴ありがとうございました。こんな猫を描いてみたいななどのリクエストがありましたら、ぜひコメントしてください。猫大好きなので、できる限りお答えしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。